ランティス号より入電です。こちらアトランティス、レオ。あ、うん。新たにその機体を引き渡してもらう相手と連絡がついたの。サンダーハート、私の仲間よ。つなぐわね。あ、こちらサンダーハート、レオ、聞こえるか。え、はい。ん、なんだ、子供じゃないか。エレナ、本当にこいつに死んだアランの代わりが務まるんだな。そんなこと知らないよ。彼なら大丈夫よ。それでサンダー、状況は。ん、ああ、じゃあレオ、よく聞け。連中が押しかけてからアンティリアは非常事態宣言がなされて、宇宙港への全てのルートが閉鎖されてる。連中も血まなこだし、普通には運び出さそうもない。そこでコロニー外観部と中心軸の宇宙港を結ぶ貨物用のリニアドライバーに機体ごと直接乗り込む。入り口は三陸部地下の倉庫エリアだ。レオ、なんとか自力でそこまで来てくれ。そんな、お前が今いるブロックの端にダムがあるはずだ。その地下がメタトロン排出用の倉庫エリアになる。そこで落ち合おう。まあいくらかドンパチはあるだろうが、多分それが一番安全なルートだと思う。ドンパチってまた戦うの？当たり前だ。お前が乗ってるそれは何のためのメガなんだ？僕はあんたたちとは違う。勝手に人殺しの仲間にしないでくれ。なんだと？僕はあんたに引き渡せって言われたから来ただけだ。早く取りに来てよ。もうたくさんだよ、こんなこと。レオ、エレナもあんたもおかしいよ。人が死ぬんだぞ。僕だってセルビスだって死んじゃうかもしれないんだぞ。そんなことは分かってる。分かってやしないさ。そんなことだからその仲間のアランって人だって死んだんだ。人が死んだってどうせ何とも思っちゃいないんだろ。当たり前のことだと思ってんだろ。いい加減にしねえか、このクソ坊主。アランはエレナの恋人だった。俺の一番の親友でもあった。悲しくないわけないだろう。お前がガキだろうが他人だろうが俺には関係ない。お前もどれだけ大事なことを託されているのかわからんだろう。だが今そいつを動かせるのはお前しかいないんだ。今俺は倉庫エリアの近くにいる。とにかくそこまで来てくれ。泣き言はその時聞いてやる。じゃあな。レオ、急にこんなことに巻き込まれて戸惑っていると思うけど、もう少しだけ協力してほしいの。お願い。行けばいいんだろ。え？搬出用の倉庫まで行けばいいんだろ。ありがとう。さっきは悪かったよ、アランって人のこと。気にしないで、覚悟はしてたことだから。それじゃ。前方の山頂が目的地のダムです。なんだ。山頂付近に飛行体のオービタルフレーム、過電粒子砲を搭載している模様です。このまま障害物のない空中からダムに接近することは自殺行為です。じゃあどうすれば。山の斜面に川状の用水路が設定されています。用水路の谷沿いに低空飛行して川上に向かう方法をおすすめします。用水路を川上に。か、you
を取得しました。アイテムを取得しました。メタドローンを取得しました。アイテムを取得しました。プログラムを取得しました。メタドローンを取得しました。取得しました。谷沿いに川上に向かってください。戦闘態
制を解除します。アイテムを取得しました。メタドローンも取得しました。メタドローンを取得しました。アイテムを取得しました。
メタドローンを取得しました。メタドローンを取得しました。ここが目的地か。どこに入り口があるんだ。上空よりオービタルフレーム接近。ロックサンダーハートより入電です。サンダーハート、本気を引き渡す相手として登録されています。あいつか。よう坊主、生きてたか。何の用？ダムには着いたか。うん。よし、そのダムには麓の湖から水を引き上げる地下水道が通っている。滝の出口から中に入ってそのまま降りていけば地下の通路を通ってリニアドライバーのある倉庫エリアに出られるはずだ。そこで落ち合おう。できるか坊主、できるのか。やってみなっちゃわからないだろ。そりゃそうだ。待ってるぞ。好き勝手言ってくれる。
ノーマンだ。輸送途中の目標アルファを奪取した。そっちの状況はどうだ？たった今、ナイトレードがやられた。ネビュラか。バイオラ、お前の方はどうだ？例の準備はすでに終わっている。機体の自動修復も完了した。何の問題もない。嘘をつくな。せいぜい 50% というところか。素手でも倒せると言ってるだろ。早くヤツとやらせろ。慌てるな。ブラボーならすぐそこに向かうさ。それよりバイオラ、このミッションが終わったら私のセルキスを使え。お前にくれてやる。ふん、愛機を譲るほど新しいおもちゃが気に入ったか。アヌビスはいい。想像を接する。オービタルフレームなんざ、所詮はランナー次第だ。それがあんなガキなら。来たか。戦線に復帰する。私も直に向かう。それまではかからん。取っておけ。アヌビスを試したい。任務に戻る。私の獲物だ。この辺りか。誰もいないわ。何？前方に敵へ。あいつは立派な活躍ぶりじゃないか。黙れ。どうだい、人を殺した感想は。黙れ黙れ。うわあ。お前がアイツらを殺したんだ。ほう、だったらどうした。さあ、さっきの続きをしようか。戦闘による周辺エリア内増大中。
しい。待ち望んでいた相手だったとはね。お前が悪いんだ。お前が殺したから僕はこんな目に。それなら早くとどめを刺せばいいだろう。言われなくても。うわあ、どうした、なぜ迷う。早く殺せ。言うなよ、殺せなんて。覚えておきな、坊や。戦闘で一度迷うことに一つ何かを失う。ターゲット生命反応依然確認中。とどめは刺さないから。分かっています。それより次は強制的にコクピットを切り離します。今後あのような行動は慎んでください。ああ、私は命のないただのプログラムです。私を守るような行動は非常に非論理的です。そんなの関係ないよ。前方に動体反応確認。モニターに回します。あいつだ。奴ら最後の手段に出会った。このコロニーごとその機体を爆破するつもりだ。コロニーごと。このコロニーの内側にはここから宇宙港につながる輸送ブロックが。奴らその何か所かに爆弾を仕掛けたらしい。もしそれが爆破すればコロニーは重心を崩して木星にドボンと。ひどい。それだけ重要なんさ、奴らにとってこいつの存在は。そこでだ、お前にもう一働きしてほしい。え？お前がその爆弾を探すんだ。そんな。あの赤い奴との戦いを見せてもらった。認めるしかないな。俺はお前のようには操れん。坊主、コロニーを救えるのはお前だけだ。嫌だよ。何勝手なこと言ってるんだよ。レオ、聞いてくれ。自分でやればいいだろ。なんで僕を巻き込むんだよ。もう勘弁してくれよ。なんでだよ。なんで僕ばっかりこんな目に。行こう。行こう、レオ。あなたにはそれができるんだから。セルビス、私も一緒に行く。だから一緒に行こう。ダメだよ、危険すぎる。今まで助かってたのだって偶然みたいなもんなんだ。今度こそ本当に死んじゃうかもしれないんだぞ。大丈夫、あなたが守ってくれるんでしょ。
にはこうする必要があるようだね。セルビス、セルビス、あなたが守ってくれるんでしょ。バイオラそろそろ決着をつけようじゃ。宇宙港に来な。そこで待ってろ。自分のやるべきことをやってくれ。中央に向けて電磁射出が行われます。周りのコンテナごと強制的に射出されますので注意してください。輸送ルートが固定されました。到着は約5分後です。しばらくの間は衝突の危険もありません。やっと一息か。セルビス、大丈夫かな。心配ですか。そりゃ、ね。少し話をしませんか。もしよろしければですが。別に構わないけど。現在遂行中のミッションに対する搭乗者の生還率を計算しました。最大限甘く見積もって 8.7% です。そう。あなたは今まで何度もジェフティーから降りたいと訴え、そのための機会も何度かはありました。それなのになぜあなたは今ここにいるのですか。また説教かい。いいえ、単なる好奇心からの質問です。さあ、なんでかな。今までの経緯から導き出せる理由がいくつかあります。1、敵戦力の過小評価に起因する過信。2、自滅の危険性を補うほどの報酬への欲求。3、同乗者の生命が脅かされたことに対する感情的な復讐。そうかもしれない。よくわからないよ。いずれにせよ、論理的でないことに変わりはありません。今ならまだ引き返すことが可能です。私はあなたに死んでほしくはありません。エイダ、あのさ、僕の小さい頃の話をしていいかな。どうぞ。僕は小さい頃からいつも一人ぼっちだった。父さんも母さんもめったにうちにいることなんてなくて、三人で一緒にどこかに行くことなんて本当なかったんだ。僕が10歳になった時、父さんが木星に行くことが決まって、久しぶりに三人で食事に行った。嬉しかった。でも食事の間中、父さんと母さんはずっと喧嘩してて、喧嘩の原因は僕をどっちが引き取るかだった。
二人とも僕を引き取りたくて喧嘩してたんじゃない。相手に僕を押し付けようとしてた。分かってたんだ。僕はいらない子だった。ずっとそうだった。友達にも学校の先生にも僕はいらない子だった。僕がいなくなっても誰も困らない。僕が死んでもきっと誰も悲しまない。僕がここにいるのは多分ここでは僕が必要とされてるからだと思う。セルビスがいて君がいてよくわからない僕に命令する人たちがいて、こんな僕でも必要としてくれる人がいるならそのために生きるのもいい。そのために一つしかない命をかけると。わからない、間違ってるかもしれない。でも君と一緒ならやれそうな気がする。まもなく中央機関部に到達します。敵オービタルフレーム多数、機関部到達と同時に戦闘が開始されるものと予想されます。十分に注意してください。わかった。私も。え？私もあなたを必要としている一人です。悲しむことはできませんが、どうか命を粗末にしないでください。うん、わかった。まもなく機関部に出ます。バイオラ、命令だ。このまま脱出しろ。拒否する。これ以上邪魔すると殺すぞ。なぜそこまで固執する。たかが子供だたかが子供だって。あいつが強いのは機体だけのせいじゃない。それは分かっている。とにかく脱出しろ。お前がその場にいなくてもミッションは完遂する。無駄死にするな。分かっているだろ。ネイトは不死身だもうすぐだ。もうすぐ全てが終わる。機関部に仕掛けられた事件爆弾を操作します。爆弾を発見するために通知しますので、その時は敵の破壊より爆弾の処理を優先してください。爆弾の処理ってどうやるんだ。容量は掴み投げと同じです。爆弾を掴んだ状態でそのまま爆発の瞬間まで持ち続けてください。衝撃をベクタートラップに封じ込めます。わかった。くれぐれも投げないように注意してください。やってみる。フニッシュ。
発見しました。敵増援が戦闘態勢に入りました。いけないか。ジェフティは木星の磁気嵐に耐えられるようには作られていません。あの機体はすでにかなりのスピードで木星の引力圏に引き込まれています。現在のところまだ不可能ではありませんが、かなり危険な行為です。何か方法は。やめておけ。え、この私をどこまで侮辱すれば気が済む。やめておけ。助ければまた戦うだけだ。そして今度こそお前を殺す。お前の大事な奴らを殺した後でな。お前が最後じゃない。その後もいくらでも殺してやる。だからってこのままじゃこんな甘いガキに私は負けたのかバイオラ。私は今まで全てを失って戦いの中で生きてきた。親を失い、恋人を殺され、女として生きることすら許されない体になってまで生き抜いてきた。そうとも、生き残ることだけが私の人生の全てだった。戦場では生と死の狭間にはわずかな隙間もない。今まで殺していた奴が次の瞬間には死体になっている。罪のない子供を殺し、自らの命のために味方も殺し、血を浴び肉を食らって
ようやく生きながらえてきたんだ。これは運なんかじゃない、私の実力だ。私は実力で生き残ってきた。それをお前は資源にした。お前は一体何だ。私のどこがお前に劣っている。お前が一体どれほどの苦しみを味わってきたというんだ。お前の存在そのものが私の人生の否定だ。いよいよ最後の時が来たらしい。やっと終わる私の忌まわしい日々が。やっと少年、最後に一つだけバカなことを聞いていいか。何？私は強かったか。今でもここに僕がいることが信じられないよ。そうか、ありがとう。ターゲット耐熱限界。バイオラ、綺麗だ。この星々が見えていたのか。バイオラ、あなたが、やっとあなたが本当に。バイオラー。ターゲット機能停止を確認しました。なんだ、なんだ、何が起こってるんだ。エダ、後方に敵影発見。機体が共鳴してるのか。エダ、あいつどこから接近したんだ。レーダーには何も映ってなかったぞ。現状ではあなたはアヌビスに勝てません。このまま離脱してください。アヌビス、お前あの機体を知ってるのか。エーダ、あの機体はもう一つのジェフティ自身です。まだ出会うべきではない。なんだって。他の部下たちはともかく、まさかバイオラがやられるとはな。有能な士官だった。お前か、お前が全部命令したのか。私ではない。私かな。とにかくお前には死んでもらう。せめてものバイオラへの鼻向けだ。参照指数 50% を超えました。
ですわ。大丈夫だ、安心しろ。よかった。今から迎えに行ってやるよ。じゃあ。格納庫への収納および油圧のために約3分かかります。しばらくそのままでお待ちください。あのさ、いろいろありがとう。君がいたから僕は生き残れたんだと思う。それは私も同じです。助けていただいてありがとうございました。このように利用するのでしょう。あなた方の言う感謝の言葉はまあね。あのさ、これからどうするんだ。火星に行ったらその後さ、何か大事な使命があるんだろ。もしよかったらさ、その使命が終わったら僕と一緒に。ジェフティに課せられた火星での任務は、軍事要塞アーマーへの侵入およびジェフティの自爆による要塞内部からの破壊です。ジェフティの自爆。ジェフティはジェネレーターを意図的に暴走させることによって最大 22.3 ギガトンのインパクトを与えることができます。これは陽電子爆弾15個分に相当し。ちょっと待ってよ、この機体を爆破するって、それじゃ君はどうなるんだ。ジェフティと共に機能を停止することになります。君は死ぬために火星に行くのか。さっき命を粗末にするなって言ったのは君の方じゃないか。油圧完了、ハッチを開きます。お疲れ様でした。レーダー、それが私の存在する意味、命のない私にとっての生きる目的なのです。そ